勘違いしないで。対局開始。チャンネル登録皆さんありがとうございます。はい、よろしくお願いします。さあ相手これ穴熊ですね。まあ桂馬跳ねて高見の囲い、ちょっと6五歩つかないタイプがね、ちょっと今検討中なんですけど、未だになんか全然研究しないんで、ボコボコに負けてるんで普通にちょっと6五歩つくパターンで頑張ります。角引きね。1、2、3、銀冠無理。うん、まあ一局ですね。まあこれは端受けた方がいいですね。受けないとね、9五角手ぶつけてこられて、同角同歩の後ね、打ち込みがこっちの方が多いので苦労する展開になるんで、これね、松尾穴熊はね、もうかませない方がいいんで、こうやってレッツドラゴーします。レッツゴーレッツゴーレッツエンゴーっていう感じでね、はい、分かる人いたらおじさんです。2、3、4、5。ほらついて、まあ同歩か同角か、同角だったら6五銀で出る筋が出てくるんで、まあ、同歩で取るんですけど、こう取ってこう突くのが、まあ、一応研究手順ですね。まあ、同歩だったら歩打って角引かして飛車走るっていうね。で飛車だったらまあ歩ついて1、2、3、単に桂跳ねだったっけな、ちょっとうろ覚えだ。もうもうこの時点からすでにうろ覚え。 LB15 さんいらっしゃい。1、2、F 叩いて、一応7六歩6六角6五歩っていう大手角が存在するんで、それだけ超気をつけないといけないんですけど、1、2、3、4、5。これ歩叩きやりすぎだったっけな、今になって思うけど気によっとこう。でまあ6五歩が将来大手にならないようにっていう配慮ですね。1、2、3、4、飛車回るか。5五桂ででも止まってるんでは雑だったかもしんない。1、2、銀引き3、4、5、6、7、8、9。あーちょっとこれ桂打ち合い結構やりすぎてる感じある。1、2、いやー我慢、辛抱してきます。3、4、5、6、7。いやー今日ここなんか1回打たれて歩がないからね、ちょっとあんまり技が出ないんですけど、まあ、普通は1、8強打ちってを足す感じなんですけど、玉かわしてきてるからちょっと響きが弱くなってるんでよくわかんないんですけど、1、2、1はなんか猛攻をかけてる感じですけどね。5、6、まあ、ちょっと歩切れ解消したりしとるか。まあなんか玉早逃げとかしてくるんかな。4五歩がどれぐらいいいタイミングで指せるかっていうのが勝負どころな感じなんですけど、これは上がっといて、まあ、引くと8六歩突かれるんでね、まあ、7四飛車なのか引くのか、引いたね。2、3、4、5、6、7、8、9。いやーなって 1、2、3、4、5、6、7、8。ああちょっとわかんない、シンプル強なり。あ2五歩とかもあったけど、同銀になったら歩でね死ぬんじゃが、3、4、5、6、7、8、9。いやこれちょっと歩つきよくわかんないな。なんか7四に金とか銀打って両取りで取って攻めたいんですけど、1、2、3、4、5。いやーまあどうなんだろう、これなんかついて歩垂らしてみたいな、そういう攻め考えてるんですけど、放射取られてよくわかんないよね。まあ、2-2成強から生産すると取っかかりが消えちゃうんで、まあ、これで1-3銀ってやってくれるんだろうなって
今日銀取ってどうかなっていう話なんですけど、3、いやそれ普通に痛いね正直。1、2、あと金引いてなんか7、4になんか打って勝ちにしたい、挟んで理想は。ちょっと金逃げてる場合じゃないんで、あの取られるの嫌だけどね。1、2、3、まあ、ワンチャン入玉とか見えてくるね。1、2、3、まあ同玉で取る人はちょっと危ないか。金が普通、1五銀に1六歩と打って、2五銀でも1六歩かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、待って、ちょっと危ないこれ。まあ同銀だったら4七金って打たれてちょっと危ない順があった。1、2、それはそれで嫌なんだけどこれ桂馬って、まあ一応6三桂成から挟めればそれなりだけど、挟んですぐに良くなるわけじゃないんで。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやあ、引くんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。やっとって、これでも8七歩って打つか普通は。8七歩はでも角引いて意外としぶといか。同飛車なら9七角で決まらんかなと思ってるんですけど、狙いすぎ。3、4、5、6、7、8、9。あーちょっと、いやーちょっと自分玉頭も怖いからっていう話だったんですけど、やこれなんか今度こそ4七金パンチが飛んできそうで危ないんじゃが。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやーこれはちょっと危ないかもしれない。いや意外とこれ厳しいか。玉寄りなら金取って詰めろらしい。同金だったら同と同玉5三成桂が詰めろやん。ということはこれ勝ちですね。自分でも全然勝ちの順見えてないんですよ今。9七角ばっか狙ってて、まあ、同金だったらこれ3三銀上がって4二金で詰むんで受けがないかな。まあ、ほっといても金から銀とかで詰むしね。よいしょ、はい、ありがとうございました。感想戦やっていきたいと思います。さあこれね、私がよく指している形で銀を上がりを保留して相手の動きを見てから平たい銀の位置をね、ポジショニングを決めるっていう、まあ、大阪式で名前で呼んだことないけど私の四間飛車です。はい、まあ、こうなったらなんか一見普通の形ですけど、角上がってなんか4枚の穴熊組まれてるから一見作戦負けに見えるじゃないですか。一見作戦負けに見えると思うんですけど、この局面ね、評価値ね、これね、飛車がね10点ぐらいなんですよね。よく読ませるとね、意外と振り飛車も悪くないってなってて、10点前後、プラマイ10点ぐらいになってて、まあ、ほぼ互角なんですよね。で、これなんでかっていうと、相手これ銀引いてね、こう松尾流に組もうとしてるんですけど、3七角のポジショニングが、これ攻めづらいんですよね。どっから手作るかって問題になってて、こう、桂馬を跳ねてね、本当は使いたいとこなんですけど、角をこっちに上がっちゃうとね、4筋突破されるし、あとでなんか飛車回って角上がって桂跳ねても、この筋から銀がいないんでね、逆襲できないんで、まあ、5八飛車とか回って5五歩ついて戦うような展開になるんですけど、昔の戦い方だと。まあ、そんなにこう、変化が上がらなくて。で、こっちはなんか場合によっては、放射浮いて、飛車引いて、こう、8五歩ついてね、なんか端棒銀とかね、まあ、そういう盾とかを場合によっては狙うっていう、フォーメーションですね。オープンは銀引きだったんで、まあ、これまあ歩ついてって。5七銀に4六歩ってつくのが、まあ、研究手順ですね。藤森先生との対局も確かこれだったよね。まあ、同歩に、まあ、同角と同銀はね、こっち取り込まれて、これ激まずなんで、あんまり良くなかったし、まあ、同角と取ると、まあ、銀を出るんですよね。まあ、取り込んで出るよりは単に出る方がいいかな。こっちに引けちゃうからね。一回取り込んじゃうと。銀出て、まあ、角引けば、こう出れば、今度飛車が成れるんで、なんか棒銀成功みたいなね、感じだし。まあ、配信者の方じゃない。ということね。まあ、5五角に、
まあ、同角同歩、まあ、3六銀とかしといて、相手の飛車先まだ2四歩ついてないから、こっちが先にね、まあ、飛車なれそうなんで、まあ、これはなんか悪くない展開ですよね。まあ、この突き捨てがポイントで、まあ同歩と取らせて、まあ、取り込んでから、ここの歩つくのが狙いです。まあ、飛車浮きに9五歩と攻めていって、まあ、同歩に8五桂で飛ぶ。ここが結構嫌な仕掛けになってて、ここなんかね、勢い叩きたくなるんですけど、まあ、同香桂跳ねに香車スッて浮かれると、これ以上攻めがないので、もう一歩あったらね、47歩厳しいんですけど、歩切れなんで、あんまりうまくいかないと。取って取ってこうやって歩打っても、まあ、同桂なり同銀で、そんなに攻めつつかないんで、ちょっとこれやりすぎで、単にね、一歩しかないんで、単に桂跳ねとくと。これ9七歩と打てば絶対なんか交換になるからね、8六歩じゃあんたには知らないんで、こうやって刺すってイメージですね。まあ3五歩に、まあ、歩叩いて、これ歩叩いたけど7三金だったかな、確か。ちょっとこれどっちが先だったかうろ覚えだったんですけど、金寄りの方が良かったはず。歩打ちでね、なんか普通に応じられるとあんまり良くなくて、ちょっといまいちだったねと思って反省してたんですけど、まあ、ぐくりで飛車回って、いやーちょっとこの辺がまあ、少し変な感じだったけど、まあ、ターンに7三金と、まあ、いつでも打てるから、言っといて。で、金寄っとかないとね、逆にね、まあ、例えば、そうだね、適当にパスすると、こう突かれると、一瞬これ飛車当たりだから良さそうに見えるんですけど、4五歩と突かれた手がね、なんと王手になってるんで、王手角取りで、いきなりゲームセットになるんですよね。かといってこれ角下に引いても歩突かれるから、困ってるんで、金を、まあ、本譜も同じような形で寄りましたけど、寄っとくのがポイントで、こうすればね、この歩付けには普通に飛車取れるんで、大手じゃないから。ということで、まあ、これが効くようになるっていう、まあ、そういうからくりです。まあ、こう刺して、まあ、そうね、相手も結構手難しいよね、この局面。歩付きとかだったら、まあ、飛車回って、手抜きだね。取ったらこうやってブッチして攻めれば、まあ、これは普通に勝ちそうだね。打っても、こうして、うちに、こうして、次なんか9七歩って叩いて、この下の動き生かしてね、ここ歩の連打で崩してから、いいタイミングで飛車なれば、寄りそうな感じですね。銀冠が硬いと。金寄った形が結構ね、しっかりしてるんで、安全ですね。本部叩いちゃったんで、ちょっとやりすぎ感が、なんですけど、玉寄りがね、結構渋い手でしたね。まあ、飛車回って、まあ、桂打って、結構辛抱うまい方でしたけど、まあまあ、端に足し算して、まあ、ちょっとぼちぼち攻めが、なんかあったんだけど、まあ、普通に歩打つんだったかな。まあ、強者なって、強者なって、まあ、すごい重たい攻めなんですけど、まあ、一番確実な攻めで、まあ、歩突き捨てて、なんか歩打ってね、なんか攻めてって、どうかなと思ったんですけど、なんかこう、じわじわと迫る感じが、あれなんだけど、まあ相手からそこまで早い手がなければいいなと思ったんですけど、これ4五歩がね、結構嫌な手で、これでちょっとね、目回しそうになりましたね。まあ、同銀だったらなんか金打ちとか、桂成とか、結構あるんで、角のラインが通ってくるからね、結構危なくて、歩突かれてみると、おやおやって思いましたね。角引いたんですけど、まあ、歩突きに、まあ、桂馬打って、まあ、なんかこれで挟める形になったんで、まあ、ちょっと寄せやすくはなったかな。こうして、なんか、ずっとね、1三角って上がる手を見てて、ここで1三角あったんかな。ちょっと怖いんですけどね、飛車なられるから。この時に、こう、角がここね、通って、この駒取れるんで、まあ、7八と、そして、まあ、玉よりは、こう、金取って、同金に、まあ、金打つ、形で詰むかな。まあ、逃げれば一応詰まんか。まあ、取れば、角ブッチして、逃げる手は金打ちだし、同玉は飛車走って、合駒に金打って、こう。ぴったり盤上の駒使えるね。で、7八と2同金も5七成桂ってやって、これが次、5八銀取って、6七成桂っていう手がね、空き王手になってて、詰む形なんで、受けが難しいだろうと。まあ、この時にね、飛車通ってるし、金打てるしで、ちょっと怖いんだけど、まだ詰まないので、こうしてね、この時に9五銀とかなんか打てたら詰むけど、
1枚足りないんで、切り合い怖かったんで、あんま刺したくなかったんですよね。普通に怖かったんで、銀取りました。いや、まあまあ、F なりね、まあ、銀打って。まあ、これまあ、同金だったら、同と同玉、大成桂でね、本譜の順で、詰みますよっていう手で、まあ、逃げても、こうなった手が、次、金打ちからの詰めろなので、まあ、一手一手になりますね。なんかこうやって金とか打っても、こう取って、まあ、同玉は、まあ、金捨てて、まあ、同玉に金打って詰むし、引いてもね、頭金あるんで、これも詰んでるね。単語。これ玉寄っても、金打って、同金からこうやって頭金っていう順で詰むし、同銀と取っても、まあ、1三角が、何かな？これが厳しい。飛車逃げたら、角ぶっちして詰むし、まあ、成桂取っても飛車取るしね。という感じで、うまく寄ります。まあ、そういう感じでございました。破壊力抜群の大阪式居飛車穴熊対策、いかがでしょうか？ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。